皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も匂う遊んでいきましょう。さあ前回ですね、立花宗茂を倒して中国編がアンロックなんですけども、ちょっとサブクエをね消化していきましょう。ストーリーに関係あるものだけ潰していきましょう。まずこれかな、サブミッション覇王と官兵衛、黒田の家宝へし切り長谷部を探しましょうというミッション。勝ったのか。でマップはこの階層構造の洞窟、行くどん。ここはねバーッと行こう。銃弾取って、官兵衛は一緒ではない。そこに鬼、ここね雷切り、これを持ってます。はい、払って多分この刀は強いよ。もうちょい、よし、まあ、サブ系やんなくてもいいといえばやんなくてもいいんだけど、もったいない。ちょこっとだけお話に関係してきますね。あと歴史に強くなる感じがする。待って、こいつ誰？この人は何？ここ危ないっしょ。よし、早く。狭いな、その飛んでる人。ちょっと待ってね、こっちから行こう。危ない。どこ？そっち。なんだこいつ、これあのなんだっけ、あの耳を取られた人、耳なし放置的な何か。ちょっとスタミナがないよ。いてえ、ちょっとこれずるいぞ、これずるい。なんすかね、あんまり相手にしない方がいい。ひでえ目にやったな。ここ鬼がいる。こっちの奥に行こうか。全部片っ端から倒してるとキリがない。でそこにまた侍。ヒルマンぞ。そしてどこに向かう。こいつ復活しそうだな。これね、小玉はいません。あ、ここめっちゃ人死んでるわ。なんだ、何だった。よし、ここやばいね、めちゃくちゃ死んでるよ。あ、これが枠、そっちの大将の部屋。こっちは開きません、鍵か。どっかに鍵がある。こっちかな。待って、なんかでかいの来た。あ、でかいの2匹いるわ。
マジか。爆弾。いや、これは死ぬぞ。回復。ま、位置関係が湧くな。広いとこ、広いとこ。狭い。ちょ待って、こっちかこっちか。あぶねえ。いや、ここえぐいな。あ、でさらに上からあいつか。回復して。いや、ここ死ぬわ。これは皆さん死ぬわ。まず片っぽやってしまおう。よし、これでだいぶ楽になる。来なさい。よし、アイテム取って、こいつそこの、待ってね。よし、やっつけて。なんだなんだ、ここ、何、無限湧きかなんか。おかしくない、何が起きてる。こいつは、これがボスかな。あ、後ろいるわ。よし、鍵出た。回復。アイテム取って、なるほど、ここでひたすら敵を倒せばよかった。いただき、よしと。そんで狩猟部屋の鍵をそこで使って、こいつか。よし、ちょっと待ってね、最後に装置これ開けて、まあとはいってもめちゃくちゃ重要なアイテムってのはないですね。それがいいと言えばいいし、悪いと言えば悪いところ。そしてミッションクリア。一郎に幽閉されし頃より20年余りか。慈悲なく6万を虐殺した織田信長、膨れし欲望を御しきれなかった太閤秀吉、棟梁たる者、なぜ皆断りを外れるのか。次は三成殿か家康殿か、いっそ、いや、わしは老い先短い。天下の是非を見極めるは長政。分霊によって水地を宿しました。そしてミッションクリア。坊主姿のあやかしがへしきりはさべを持ち嘆いていた。そして報酬にへしきりはさべ。そしてね、次のサブクエ、銀蝶の願い、これいきましょう。
銀蝶様からお申し出があった。宗茂様への贈り物探しの付き人にあなたを直々のご指名。ついていけばいいのかな。そしてここは新マップ。かつての豪族が絶壁に囲まれた山の奥深くに築いたとされる大社と地下墓地の遺跡群。一族の死後、長きにわたり人目に触れず荒廃してあやかしの住処となり果てた。今や墓嵐でさえも近づこうとしないという。こたびはすまぬな、アンジン殿。では参ろう。さあ、ここは多分新マップ。これそっち行けんのかな。あ、行けますね。こいつはね、下段が有効。よし、埴輪がいっぱい、かわいいね。持って帰りたいわと言いながら壊す。待って、これ下段まっすぐいかんわ。よし、やっぱ中段が一番しっくりくるかな。で、そこになんか毒の霧か。なんだそれ、埴輪。よし、毒の埴輪。あ、で、下行けんの。このマップは見たいけん。おいで、出たタヌキ。さあ、ジェスチャーは。すまんすまん。はい、やったぞ。喜んで、そしてこれは何。装備と霊石とお札ね。5人な。大金取って。よし、助太刀。よし。そしたらね、下行きましょうかね。多分洞窟の中。よしと。それとこっちは、こっちも行けんの。で、そこにアイテム。しかし、こういう竜もね、歴史の勉強になりますね。銀千代は立花宗茂の奥さん。覚えるもん。あ、だ、誰この埴輪を作った人。鬼が来る。払って。一応回復。よし、危ない。こっちも雷霧、雷霧ペア。あー、待って、そこになんか石、めっちゃでっかい岩。そう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 、その軌道おかしいだろ。危ねえ、あの軌道はおかしいよ。まずい、銀ちゃんが。ここね、槍でまずこいつ殺し、助けて、ほい、最高、雷霧ペア。
つに槍でいこう。よし、両腕もいいで、そんでこっち行ける。あ、行けますね。この一帯では古より祭り事が執り行われていたようじゃない。で、そっち洞窟、これ多分本編の次のマップかな。あとそっちも行ける。まあ普通に一旦こっち行こうか。これは動きません。で、胸尻に 何をプレゼントするの。これにすんの。これにいたせ、助かりましたぞ、アンジン殿。本当にこれでクリアっぽいね。よし、でミッションクリア。銀蝶様は大層喜んでおられた。でも見つけた品は宗茂様ではなく側室の八千子様にお渡しになったそうよ。一体何の品だったのかしら。宗茂ではなくて側室にあげてしまった。どういうこと、何か意図があったのか。そしてさらにサブミッション、戦国無双の誘い。宗茂殿よりお主に試合の申し出が来ておる。宗茂殿は鎮西一と称されし武勇の将、お主の武芸に惹かれたのであろう。だが同時に一国一城の主でもあられる。決して無礼があってはならぬぞ。で、その前に体力を上げて、よし、行きましょう。これも新ステージ、すすきの原っぱ。さあ、これがそのマップ。宗茂、いざ最強に勝負。彼と試合を行う。本気で来い。そして今回特にあれがない、障害物がない。こいつ強いな。さあ、一戦目普通に殺されましたね。あれ、そんな強いの。一旦この虫を回収して、こいつは多分強いぞ。しかもライフがめちゃくちゃいっぱいある。いや、これそこら辺のボスより強いよ。さあ、この人の4回目。この人強いわ。そこら辺のボスよりは全然強い。いって、ワンチャン、危ない。一発刺して、欲張るとまずい。ワンチャン避けて、それがまずいね。ほい、いや、こうなる。欲張るとこうなる。早く、よし、ここへぶっ刺し。これを狙っていく感じかな。敵のスタミナを減らして、この人強いよ。偽物の弱さはどこへ。
さあ大体3割。お札使ってそれがガチでやばいのよ。敵もうまいこと逃げんな。札が切れる。回復しよう。回復やばい。それまずいよ。よし、ぶっ刺して残り4割。あめ、欲張るとまずい。欲張らずに行こう。地味なんだけども欲張らずに行く。いや、一発でかすぎでしょ。そう、食らうとこうなります。よし、もうちょい回復して、危ない。これなんか試合というより殺し合いじゃない？結構ガチですよ。まずい。今のやばい。よし、さあどうかな。勝ちました。挑発。いや、この人強いわ。アイテム取って、そして素晴らしき技の際一層お強くなられたようですな。血まみれやん。太閤秀吉様には本多忠勝殿と並び称され、西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代がこと死ぬまで悲惨。立花の儀、他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し、太閤様への儀を貫くのみ。訓練により目を捕らえ剣を宿しました。ありがとうございました。さあお礼してミッションクリア。感服つかまつった。貴殿には我が身のみならず銀千代のことでも世話になり申した。言葉は通じずとも貴殿とこのように刃で語り合いしこと嬉しく思う。お互い立場は違えど、これからも良き好敵手としてよろしく頼む。さあ今のでメインキャラが絡んでくるサブクエは大体終わり。ではね、次回は中国編へ進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。